記号 PR 記号点23日付の香港紙、明簿は、中国当局が学生らの民主化運動を武力弾圧した1989年6月の天安門事件で、英国の研究部門が北京での死者数は1000から3000人と見積もっていたと報じた。機密解除された89年の英校文書の内容として伝えた。また、英国の中中国大使が中国国務院、 政府筋の情報として本国に伝えた文書によると、事件の鎮圧は4段階の作戦で行われ、武器での威嚇など最初の3段階が失敗したため、最終的に賛成省から来た人民解放軍の27軍の装甲車が出動、武力鎮圧した。27軍の兵士は6割が非識字者で、演習参加のため天安門に行くと伝えられていたという。強同。